チヒルイーン、ウクライナにおけるチヒルイーンの位置。チヒルイーンは、ウクライナのチェルカー水州チヒルイーン地区にある都市。チャスムイーン川が市に位置する。面積は、約1 4 1 2 k 平方メートル。人口は1万600人。ボフダンフメルにつき、チヒルイーンは16世紀前半から、旧府県の南部、ウクライナコサックの要塞化した町として知られた。 1592年に、ポーランドリトアニア共和国の王ジグムント三世より自治権を賜った。17世紀前半にわたって、コサックの反乱軍の拠点であった。1648年から1660年にかけて、ポーランドリトアニア共和国から独立したコサック国家の首都と平地ンの居城となった。また、1648年から1712年までに、 コサック国家、チヒルイン連帯の連帯長所在地であった。しかしロト戦争中の1678年、チヒルインは、オスマン帝国、クリミアアセ国の同盟軍によって全滅され、著しく衰退した。18世紀に、ポーランドリトアニア共和国の支配下に戻り、ハイダマーカ反乱軍の拠り所の一つであった。1797年、 ポーランドリトアニア共和国の分割の結果、ロシア帝国に属するようになり、キエフ県チヒルイン軍の中心地となった。1917年から1921年にかけてのチヒルインは、ウクライナ人民共和国とロシアのボリシェビキとの争い場となった。その後、ウクライナ社会主義共和国の支配下に置かれた。1923年に、 チヒルイン地区の地区長所在地となった。1941年8月7日に、チヒルインはドイツ軍に占領されたが、1943年12月12日にソ連の赤軍によって奪い返された。1954年にチヒルイン町が市政施行し、チヒルイン市が発足した。1991年、ソ連の崩壊に伴い、独立した。 ウクライナの都市となった。経済の基盤は、農業、食料産業、毛皮産業、建材産業、建築産業である。チヒルインは、ウクライナコサックにまつわる文化財が多い。その中には、チヒルイ城後、旧世主制度の後、ボフダンフメリニツキーの館などがある。チヒルイン国立歴史文化公園も存在する。ありがとうございます。